皆さんこんばんは。マクガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。また初めましての皆さん、どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい、毎日投稿で台本なし編集なしの一発収録でお送りしておりますマクガイバーの小部屋チャンネル。本日のテーマは、久しぶりになりますね、漫画アニメ、のコーナーという感じですかね。はい、でご紹介する作品はルパン三世ということになるわけですが、今月ですね、2024年の1月、こちらディアゴスティーニさんよりですね、ルパン三世ザ DVD コレクションが創刊されました。そちらの、まあ、チラシとですね、そして、この初回創刊号について、ちょっとお話をしてみようかなという回です。どうぞよろしくお願いします。はい、というわけで、はい、サムネイルに書いてるかもしれませんけども、勘違い しないでください、勘違いなさないでくださいっていうね、ことを書いたかもしれませんが、その中身を今からお話していきますね、順にね。はい、まず、まあ、こちら創刊号ということで、490円ということでしたね。で、2号目以降は、通常価格ということで1599円ということになるわけで、まあおよそ1600円ということになるんですね。で、まあ、これチラシの方からちょっと見ますけども、こういう感じですね。はい。うん。まあテレビシリーズ、テレビスペシャル版のどちらかというとルパン一家っていう感じかなと思いますけども、50年以上にわたり世代を超えて愛されるルパン三世が颯爽と登場。創刊号はテレビスペシャルエピソード0ファーストコンタクトを収録ということですね。これについてまたね、後でちょっとお話ししたいと思います。で、開けますと、パート1、1971年から72年。そして、パート2が77年から80年ですね。まあ、その、アイキャッチという、アイキャッチですね。オープニング、のタイトルバック、いろいろその写真が載ってますね。そして、パート3、84年から85年。そして、まあ、今回のこのおそらく DVD コレクションのまあ目玉の部分はこれかなと思いますけども、テレビスペシャル1989年から現在ということですね。で、開けますと、一応ストーリー構成としてという話なんですが、まず、当然 DVD がついてるということですね。はい。で、見応えたっぷりのマガジンも注目。ストーリーガイドはチャプター連動でより分かりやすくですね。テレビスペシャルのストーリーガイドは DVD と同じ8つのチャプターで名シーンを振り返ります。またテレビシリーズでは1話ごとに3つのポイントを立てて見どころを解説していきます。ルパンファミリーを徹底分析。創刊号から第5号までは5人のルパンファミリーを徹底分析。ルパン、藤子、次元、五右衛門、銭形の順に深掘りし、長きにわたり愛されるキャラクターの魅力をたっぷりお伝えします。そして、メカ&アイテムや藤子コラムなど連載も充実。作品の中に登場する様々なメカアイテムを設定映画とともに紹介します。また、女性の憧れでもある藤子のファッションを分析したり、作品関連のグッズを紹介したりする連載も掲載します。ということですね。で、ですね。まあ、近感といいますかね。次回以降はこういう風になっていくわけですね。2号には DVD ホルダーが付くということで、2号はいわゆるテレビシリーズの第パート1ですねの第1話から4話、まあ、緑ジャケット登場ということですね。そしてそこから1話から4話、5話から8話で、4号でテレビスペシャルが入ってくると。これテレビスペシャルだけということなんでしょうかね。はい。で、そのマガジン構成のことをもう少し載ってくるわけですけども、まあこの今後のものも含めて、そして今後のポイントが書かれているわけですね。ルパン三世シリーズパート1から3とテレビスペシャル全252話を全80号でというところなんですね。ここなんですよね。勘違い しそうな点はね。はい。多分このルパン、私の記憶ではですね、このルパンマガジンは今回初じゃないですよね。一回は必ず出てるんですよね。で、そうなった時に、てっきり今回はですね、このパート3でとどまらずですね、4、5、6、そして場合によっては映画版もっていう風に僕は収録されるのかな。まあ最後映画がなくても、このテレビシリーズの4、5、6も入るのかなと思ったんですが、皆さんこれはないようです。はい。ですので、
まあ、前回出てたものとの違いということを考えていくと、テレビスペシャルがやっぱ大きいのかなというところなんですが、C56、パート、456ですね。パート456を、こう収録されてるかなと思われる方はですね、ちょっと、それはないんだよということを気をつけないといけない点ですね。はい。で、ポイント。創刊号の DVD には69年制作のパイロット版を特典として収録。まあ、私が今回創刊号を買った一番の理由はこれですね。はい。このものを、まあ、ディスクとして入手したかった。しかも、まあ、創刊号なんで500円しないということでね。創刊号の DVD にはパート1が放送される前に制作された2種類のパイロットフィルム、シネマスコープ版と、スタンダード版を収録。当初アニメ化に否定的だったモンキーパンチも絶賛したクオリティの高さは必見です。これまた後でちょっと喋りたいと思います。そして、ポイント3、創刊記念ということで栗田寛一さんのお話。そして、こっちかな。バインダーですね。フォルダーがついてくると。そしてまあ基本的にこうピクチャーレーベルになってるですね。で、栗田さんがあって、で、こちらですね。4種の盤面でシリーズの世界観を表現。これですね。ピクチャーになってると。そして5番、ルパン三世検定を実施、迷子購入で全100問を回答せよということですね。これは何かが当たるということではないのかなと思うんですが、ヒントは付属 DV の映像にありますということになってますね。まあ、一つこう、特徴を入れてるということですね。そして、創刊2号連続ということで、スペシャルピンナップ付きですね。で、ここですね、ちょっとフチコちゃんのセクシーショットのピンナップがついてるんで、すいません、今回、定食ね、YouTube のあれにかかってもなと思ったんで、いくらアニメとはいえ、ここはちょっと削らせていただきました。すいません。で、ファーストコンタクトの、ポスターの柄かなと、これが良かったですね。これ。これまた後でお伝えしたいと思いますけどね。はい。で、まあそういう感じですかね。そして今回、読者全員プレゼント、続けると嬉しい特典がついてます。ということで、ね、ついてきます。特製キャンバスアートパネル、シリーズ向け書き下ろしイラストということで、赤ジャケルパンなんで、まあ、ルパンパート2の時のルパンですね。そして、創刊号から26号、ルパン3世ね。27号から44号で、峰不二子。これがまたね、これもオープニングタイトルの映像ですけどね。はい。78年か80年っていうぐらいの、確か、ルパンのパート2の時のオープニングだと思いますけどね。この口紅を拳銃にこう入れて撃つっていうね。このキャンバスボードは、キャンバスバーっていうかね、キャンバスアートパネルっていうのはいいなと思いますね。はい。これと欲しいかなという気持ちはありますね。さあ、そんな、この、今回の DVD なんですけど、でしょ、これがその実際のものと。で、創刊号ですので、やっぱり安くてね、これはもう嬉しい点ですね。先ほどもありましたけども、創刊記念特別ピンナップ第1弾として、スペシャルポスターっていうのは、ファーストコンタクト、今回の収録されているテレビスペシャルのポスター。まあ、それよりも、正直こっちが魅力的でしたね。ルパン三世お宝世界マップということでですね。これ何かというと、まあ、詳しくはね、もうご自身でちょっとご購入していただいてになるんですが、ピンナップありますけど、これですね。ルパンがですね、世界を駆け回ったルパンファミリーの足跡、ルパン三世お宝世界マップということで、ルパンがこれまで関わってきた世界中の様々な秘宝、財宝、お宝について、その一覧表になったもの。一体どこでの盗みが一番多いのかなっていうのもね、結構面白いものでした。はい。そして、あとはまあずっと来るんですけど、ディスクはこのように入ってますね。はい。で、ですね。まあ、ルパンファミリーのことが書かれていて、クイズがあってとか、いうことなんですけども、こんな風にね、ラインナップが、いつに、どの号で収録されてっていう一覧も載ってるんで、まあ、これを、こう、狙ってね、どの時だけは買おうということもいいんじゃないでしょうかね。あと、最近多いですね、定期購読料にいくらか添えると、こういったものが必ず入手できますよということで、コインケースとか、というのが付くようです。はい。あとは、そうですね、テレビスペシャルの一覧ですね。現在までのところ、第24作まであるのかな。ちょっとでも最近どうなんでしょうね。止まってるのかな。2013年で止まってるんですよね。確か。はい。まあ、
どこまで続くのかなっていうところは楽しみですけどね。で、あとは今回のファーストコンタクトについてのお話、そしてルパンのね、ワルサー P38 のことが載ってると。で、まあ、今回、目玉と私がやっぱり思って、入手したかったのは、まあ、ここなんですよね。これ。ピント合いますか？ちょっと待ってくださいね。ピントが合いませんかね。よいしょ。ピント合いましたね。はい。創刊後、特典映像パイロットフィルムとはとあるんですけども、テレビアニメが企画される際関係者に向け、制作されたパイロットフィルムだ。ルパン三世では映画公開時向けのシネマスコープ版、テレビ向けのスタンドアップド版の2種類が作られた。原作者モンキーパンチは当初アニメ化に反対していたが、映像の良さに感動して OK を出したというですね。ルパンの原作本っていうのはやっぱこう本当に大人のアダルトタッチなところがあるんですよね。で、それを映像化というところでは確かにそのモキパンチさんの意向っていうのはどれだけ、そこに反映されるのかなっていうところは多分不安だったんじゃないかなというふうに思いますけど、このパート1っていうのはパート2以降のちょっとこうおちゃらけっていうと、悪い意味じゃないんですけど、そういう部分はほとんどなく、やっぱりこうシリアスタッチ、そして音楽もジャズがもうバンバンねかかるっていう、そういうところの演出がやっぱ良かったんじゃないかな。で、今回のこのパイロット版でもそこは収録されてるんですが、もう一つのポイントは、ルパンの声なんですよね。山田康雄さんが、まあ、長らく続け、そして亡くなられた後には栗田寛一さんが継ぐわけですが、このパイロット版では2種類作られたものはそれぞれ山田康雄さんじゃないんですよね。一つが、シネマスコープ版は野沢那智さん。映画ファンからすると、アラン・ドロンやアルパチーノ、もしくはダイハードのブルース・ウィルスということになるかと思いますね。当て俳優さん。そして、スタンダード版では広川太一郎さん。広川太一郎さんというと、ロジャー・ムーア、そしてマイケル・ホイ、から、空飛ぶモンティ・パイソンですね。はい。の、エリック・アイドルさんですかね。とかですね、本当にもう、お二人とも、声優の名優中の名優というお二人感。で、またですね、あとちょっと変わってるところが、長年銭形警部を演じた納屋五郎さんが五右衛門を担当してると。そこもまた、珍しいところですね。はい。というね、まあ、これも映像特典とはいえ正直かなり見応えのある映像ですので、そのあたりを、楽しめたかなと。過去見たこともあったしっていうところだったんですけど、まあ、映像が画質とかどうかなと思って、まして創刊号でね、作って変えたので、購入した次第です。まあ、これ以降どれを買うかなっていうところはありますけど、まあ、そうですね。好きなエピソードだけ買うというのも一つかなとは思います。はい。このちなみにファーストコンタクト、これは非常にやっぱ面白かったですね。私がずっと見続けてますけど、テレビスペシャルの中では、もう上位何本に入る屈指のお話だな、いろいろこうトリックがあるんでね、そこも楽しめる作品でした。はい、というわけで、今ね書店にあるかと思いますんで、よろしければ手に取ってみてください。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画気に入っていただけましたらグッドボタン、またチャンネル登録、継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。またコメントいつもありがとうございます。励みにさせていただいております。またどうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。